はいどうもこんばんはです。シティーズスカイライン実況続きやっていきたいと思います。最悪シティ Z 津波から身を守るために、グレートウォールを今作っているところでございます。で、東側に対しての壁はできたんですが、他の方向から来た津波には全然対処できてないノーガード状態なので、そうですね。全域をですね、まるっと壁で覆いたい。というのでやっていきたいと思います。エリアをあと一箇所だけ変えるんですよ。この壁を作るにあたって、どこを変えばいいかなと思って、今一番、ここかなと思ってんだよね。ここ。ここ変えば、この、三日月型の島を、まるっと囲えるので、これいいかなーなんてちょっと思ってるんですが、うん、よし。独断と偏見で、ここ買っちゃいましょう。ほら！よっしゃー。買ってやったぜ。よし、じゃあ、ここからこう、伸ばしていきましょうか。いやーね、皆さんにもね、前回の動画公開した後コメントをいっぱいいただいて、かなり多かったのが、柱となる盛り土だけちょっとして、その間ダムで囲えばいいんじゃないかっていうのね、アドバイスをいろいろいただいたんですけど、まあ、うん、そうなんですよね。それが安上がりな気もすごくしてるんですけど、あ、どうしたなくなっちゃった。やっぱね、ロマンを求めたいんですよね。ロマンなのかなっていうのはちょっと微妙ですけど、この土の壁で守ってやるみたいなね、この勢いが欲しいんだよな。よーし。とりあえず、ここまで作りました。ああ、すごいね。これだけ長いと。これいいなぁ。すごい長さになってきたよ。お金もめっちゃ減ったけどね。スタート時点50万あったのに、もう20万になっちゃった。マジかー。じゃあちょっと、ここはお金かかるから、ちょっとずつやっていこう。で、中の方もね、少し、開発していきたいんですよね。コメントでアドバイスいただいたんですけれども、国際空港あるじゃないですか。エアポート。これがね、ほら、よく見ると地下鉄が倒壊しちゃってるんですけど、これがどうやっても直せなくて、で、アドバイスいただいたんですけど、この国際空港をごとまるっと壊してしまうっていう方法ね、いただきました。で、壊し方も、これか、崩壊。そう。これをやると、ピンポイントで国際空港だけを倒壊状態、災害対策本部が救えるレベルにしてくれるらしいので、ちょっとこれ一回やってみましょうか。いや、怖いな。ね、一回やってみましょう。そうすれば、災害対策本部が、救い出してくれて、格安で復旧できる。ひどいありさまだよ。うわ悲しすぎる、これ。うわー、悲しい。で、これ待ってれば災害対策本部が頑張ってくれる。さあ、ヘリが今出発します。あー、頼もしい。よろしくお願いします。はい、到着。さあ、まあ、稼働停止してたから人は誰もいないと思うけれども、一応探してくれるんだね。おー。こんなにまじまじと見たの初めてだな。おー、ちゃんと綺麗に止まるね。芸が細かい。あ、降りてきた。人と犬。犬頑張れ。犬だよね。あ、犬だね。なんかイタチっぽくも見えるけど。おー、ちょっと待って。あはっ。これ何？どうした、どうした。まさかの武空術。帰ってった。ヘリいらないんじゃね。あれ、犬は？犬。
あ、犬もいつまでか乗った？すごい動きだったな。じゃあ OK かな、これで。あ、やっと直せる。あれ、ちょっと待って。あれ、こっちの地下鉄は？ねえ、地下、あれ、地下鉄、え、これ直せばちゃんと直るんだろうか。建設費5万かかるけど、やってみる。はい、あ、直った直った。アイコン消えたよね、東海アイコン。あ、よかった。ちょっと焦った。あー、よかった。ありがとう、ありがとうございます。コメントいただいた方もありがとうございます。さあ、需要が伸びてきたね。ちょっと作りましょうか。商業と産業、オフィス系を作ってあげるか。ここが今、うん、商業とオフィスがあるから。で、地下鉄もあるんだよね、これか。はい、なんでここも、これ大通りにした方がいいかな。今2車線にしてるけど、うん、ちょっとここどんどんこの後建てていくから6車線に変えましょう。よし、この辺りまでかな。はい、で、横道を作っていきましょう。うむ。はい、で、どうやって置いていこうかな。オフィスをまず置こうか。オフィス、あ、間違った、オフィスじゃない、今商業置いちゃった間違えた。いや、色似てるんだよね。もう色でしか俺区別しないからだ。今いいや、商業を置きました。次、じゃあオフィスを置きましょう。互い違いにしようかな。商業の騒音がちょっと影響、オフィスに影響あるかもしれないけれども、まあ様子見で。住宅ほど影響受けないでしょう。で、住宅も作ろうか。住宅はね、この三日月のさ、この辺りを住宅にするって手もあるよね。そうしようか。そうすればね、オフィス、商業近いから、いいと思うんだ。実況者コラボで、ミッションやってるじゃないですか。ミッションやるとね、やっぱり時間が限られてるのもあって、ちょっとね、テクニックが増すというか、プレイのレベルが上がった気がする。よし。商業、産業と住宅街、それぞれ公園も配置しました。あれだね。ちょっと交通、公共交通機関か。作った方がいいかな。何作ろうかな。やっぱ地下鉄伸ばすか。これが一番いいよね。地下鉄今ここにあります。ここから、この辺りかな。ちょっと、と住宅街から少し離してここに作ろう。で、ここに伸ばすよ。いいんじゃない。北東専門店街にも作るか。ガツン、よし、うん、いいんじゃないですかね。で、ここからこちらで、観光特区、往復でいいんじゃない。はい、できた。何この形、すげえ、なんかナスカの地上絵みたいになってる。あ、地下鉄か。地下鉄線路か。あ、電気来てない。そういうことだよね、これ。おー、一気に需要メーターが寂しいな、なくなっちゃったな。うん、人口も順調に増えてるね。いいじゃない。国際空港もじゃあ稼働開始しようか。はい、いや、維持費8000ってすごいな。それに見合った効果を頼むよ。あれ、なんか雨降ってきたな。嵐になんないよね、大丈夫かな。
三日月島にある商業と産業の地区に名前付けました。買い物中毒オフィス街、ここのオフィスで働いた人たちがその給料を片手に、速攻ですぐそばにある商業施設に向かって、散財をするというねそういうちょっとあまり未来を感じられない感じの宿命にしました。よし、40万貯まったんで、壁作りを再開しましょう。ここまで来たね。だからここから三日月の背中をぐるっと回ってからこっち側かなね、ここを通ってぐるっと行こうか。はい、できた。はい、できたけど金すごい減った。14万、40万あったのにいやいやいや、まあでもほら見てください、この融資。こっからずらーっと続いて、おお、長くなったね、だいぶ。はーい、こんなんです。おお、結構なもんだね。これこれこれを俺は求めていた一部ちょっと若干低いんじゃないかってとこもあるけどなこれちょっと低いな、ここ直そう。逆に今度は盛り上がりすぎた不器用だねー。はい、よし、じゃあまたお金貯めよう。で、商業は結構あれですね、欲しい欲しいと申してますな。いいね、商業オフィス、商業オフィス、まさに買い物中毒オフィス街だよ。何ふさわしい。今度はオフィスが欲しいと言い出したねこの欲しがり屋さんね。この辺ちょっと大丈夫かな、密になりすぎ、信号なくても大丈夫か。バイオドーム建ててみる。1費240、うん、まあまあいいんじゃない。はい、騒音公害もないからね。オフィス街にちょっと意識高い系のバイオドーム、見たい。おー、テカってる、すごい雲が映り込んでる、美しい。この中に絶滅危惧種とかいろいろこういるんだね、生物が。おー、あー、すごい、ありもしないビルの街並みが Warning. Experts predict an earthquake could hit the area soon. 地震だ。レベル 1.4 だから大したことないんだけど、どこだどこだ。あ、来た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 。あ、ああ、ちょっと今作ったばっかりのとこだろ。おい、ちょ、やめて、え、やめて。え、 An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. でもパニックなるよこれ。あ、あ、ちょっとあれ、バイ、バイオバイオドームなんて嫌がらせだ、ひどすぎないこれちょっと。あー、三日月島のとこだけだね。うん、他は大丈夫。神はなんて試練をお与えになってくれるんだ。あ、でも倒壊だね、倒壊なんだこれ。何も残ってないけどこれ一応倒壊扱いだね。あれ、また、え、またちょ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 、どっち、これが本心、長くね。よい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 よ、あ、ちょっと待って断層が、え、いや、ちょ、何回起きるの。あ、終わった終わった終わった。バイオドームこれもう残ってないよね多分ね、ひどすぎない徹底した集中攻撃だよね、ひどすぎる。まあ津波は来なさそうだね、来てないよね津波はね。うん、津波は大丈夫だね。頭きた、もう一回作ってやる、バイオドーム何度でも蘇るさ。よし、2、おらー水道とか大丈夫かな、水道管、あー、水道管も切れてないこれ。あ、そうか、あれか、断裂したからか、断層ができたから。あと、そうだ、思い出した、
ラウンドアバウト作りたいんですよ。一個。海の上の海上ラウンドアバウト。ここに作りたい。そして、ミナスマウ、ホットハイム、メッサケムール、ホンバッタ。この辺りをぐるっとこう、行き来できるようなの作りたい。あ、いいね、夢がある。盛り上がってきた。作る作る。環状、クローバー型？ん？違うな。普通の環状交差点台でいいか。もっとでかいのが作りたい。こう、ぐるっとこう、海を眺めながら、周遊できるような。高速道路で作ろうかな。何これ。なんかあるぞ。電線？違うね。あ、航路か。航路があるんだ。航路か。そうか。ちょっと高く作れば大丈夫かな。あー、引っかかる。あ、柱があるからか。柱を外せば大丈夫だね。はい。どうだ？うん。オッケーオッケー。引っかからなかった。いいじゃん。で、ここに各地から、接続していきたい。双方向でいいよね。いや、便利だね、こういう時に。こんな感じ？はい。お。お。お、いいんじゃない？こっから繋ぎてえな。ここの先から、こっち行こう。大丈夫これ。おー、ギリギリ。すごい。ちょっとめり込んでるような気もしないでもないけど。で、あとは、ホンバッタだね。ホンバッタの、ここら辺から繋ぐ感じかな。混みそうだけどね、ここから繋ぐと。よっ。混まないかな。とりあえずこんな感じ。で、本当はそうだ。ホットハイムのここが混んでるから、ここの高速からも、伸ばしたいんだよね、本当はね。やろう。で、入ってくる方向だけでいいと思うんだよね。うん。で、ここにくっつける。よっ。うん。くっついてないね、これね。はい、くっついてない。目測誤っただけ。これでいけるか。あ、いたいたいた。よかった。あー、なんかちょっといびつ。いびつなんで。まあまあ、マシだね。これはもう、侵入専用です。入ってくるだけ。よし、できた。おー、なんかすごい、物々しいね。ちょっと怖い。タコの足みたいになった。よし、時間進めますよ。はい。あ、来た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 。おー、あ、いい。かっこいい。うんうん。おー、いい。え、楽しい。あ、すげー使われてる。やったー。これいいんじゃないですか。本当はね、これ海上じゃなくて、陸地をここちゃんと作って、ラウンドアバウトって名前つけたかったんだけど、もうこれでも全然いいです。見た目はこっちもかっこいいね。陸上よりは。ちょっと並んでるよね。やっぱりカーブで、スピード落ちるからか。これは双方向じゃなくて、普通の高速にして、方向は、こっち向き。はい。いいね。で、ここも、じゃあ、アップデート、アップグレードかけて。うん、いいね。こっちから来た車は、ここ。一通です。で、ロータリーから出る車は、こっち側。なんでここだけ、なんだろう、ブリッジっていうか、門ができるんだろう。他は詰まってるところ、あー、ここ詰まってますか、これ。あー、これも詰まってますね。ここも作ろう。はい。はい、はい。うん。いいんじゃない？さあ使ってくれ。ああ、いいね、いいね。
敵面だね。一気に流れ始めた。素晴らしい。あ、ここ詰まってんな。これなんだ？ここか。やっぱここ混むかなと思ったら混むな。これ混むな。ここ今信号なってるんだっけ？信号だな。信号なしにしてここ一通にしよう。一通じゃない、一時停止にしよう。ロータリーからのお客様の方が優先だ。ここからこっちに流すか。傾斜がきつすぎます。あー、ここね、この津波対策の跡地があるから、ここはじゃあちょっと平坦にしましょうか。ほう、まだ傾斜がきつすぎますって言ってんな。こうしてこうは、あー、これならいける。これどうでしょうね。いやー、ダメだね、使ってくんないね。うわー、すげー混んでる。うわ、めっちゃ混んでる。やばい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 、これやばい。ちょっと待って、行き先どこなんだ君たち。どこ行こうとしてる。そっちだよね。ここ使えよ、これマジでいいよ。この道できたばっかりだから。ん、あー、そっちだね。そっち行く。これもういらないよね。これ防水壁いらない。ここに繋いであげるか。貨物港のそば。お？で、どうだ？これ扱ってほしいな。いやー、微妙。あ、でもこっちも使ってくれたけど、ここちょっと広くするか。ここ広くしたいな。あ、飛行場が邪魔。ままならねえなー。ここ広くしたい。飛行場が邪魔。あー、飛行場邪魔。なんかできないかな。しょうがない、めんどくさいけど、飛行場移転。ほら、がっつり移転した。で、航路も多分これ自動で接続してくんないから、これで修正されたね。はいはい、 OK、 いいじゃない。で、アップグレードしましょう。いや、あ、嘘、なんでできないの。ここはいける。ここは、この道がなんかおかしいんだな。え、こうだね、これはいけるもんね。ここも、あ、いけるいける。よし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 。で、壊したところを直す。ここから、あれ？使用中です。って、どういうこと？あー、カーブが多すぎんのか。カーブで交差点が多すぎるんだな。困ったもんだよ。いいよ、じゃあ、ここにしよう。となると、これもちょっと道変えたいな。ちょっとここにこう、したいよね。うわ、煽り送って工場が、かわいそうに。で、今度は反対に、出ていく方向。こうかな。これでどうなんだろう。あんまり美しくないけどね。さあ、どうだ。ここ、えらいことなってるな。ちょっと待って。あ、直進したいの？ここかー。すればいいか。いやー、すげえな。あー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 あああ、でも、うん、流れるは流れるか。いやー、ちょっとここなんとかしないとまずいかな。あんま考えずに作ったからね、本バッター。うん、次回ちょっとグレートウォールを作りつつも、ここの渋滞解消をもうちょっと頑張りましょうか。はい、というところで今日はこの辺りでおしまいにしたいと思います。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、よければ動画が概要欄からアクセスしてフォローをお願いします。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。